どうも、ツータンです。ずっともです。本年ベース。ずっともです。よー。マジカルラブリー。だから、マジラブさん。さあ、今日なんですけれども、はい、ポケモン151匹言えるかなー。イエーイ。151匹、まあ、初期メンバーですよ。その初期の151匹を15分10秒間151日なんで、はい、ちょっと暗記しまして、それで151匹を言えるかどうかという。言えないでしょ。いやでも結構初期のレッド版緑版でやっぱレッド版緑版赤版緑版とかでやっぱ、まあ、覚えてるのはもちろん残ってるのはいるけど、るでしょ、覚え方も大事よね多分。そうだね、そうだね、歌で行くのか、ね、ピカチュウ変える、はいはいはい、あるよな、アーボイーブイウツドンエレブデデデデデデポリゴンジュゴンポリゴンディグダ、あそこ2回出てくるのマジで、ポリゴン2回出てくるのがマジで爆笑してた。じゃあやっていきましょうか、はい、本日もドゥドゥ図鑑順でいいのね。図鑑順でいこうよ。図鑑順で覚えることにしました。だから年齢順とかもね、そうだなって思ったけど、進化がつながってるからね。そう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 。どっちがいい？最初はあの御三家から始まるわけ。まあそうだな、そうだな、御三家、そうだね、御三家から。だから九は余裕やん。九匹は。まあ、前半の方が分かりやすいのかなってなんとなく。分かりやすいかもしれないね。うん。じゃあ前半行くよ、じゃあ。前半後半、はい、うん、じゃ あれマサラ順とかじゃなくていい、もう一個の覚え方としてマサラから行って野生で出てくる順を、無理無理無理、マサラ時は無理マンキーマンキーマンキーとか分かるけど、ここに出てくる、いや無理だったと思って、図鑑で図鑑順でやっていきましょう。 OK、 よし、よーいスタート。純粋に懐かしいね、うん、今の子たちは知らないんじゃない、この初代。いや知ってるだろ、確かに。何派だった一番最初、この御三家。俺大体草ですね。俺絶対火だったわ。なんでならディザードンが大好きだなんでなら。ゼニガメも可愛いから好きだったけどな。でも草タイプ一番なかったな。なんかね、3枚目みたいなキャラが草好きで、キモリとかチコリータとか。歌を作る可能性もある。縄文弥生古墳アスカの覚え方で、マジでお前が得意なやつじゃんそれ。ヤドンヤドランコイルレアコイルタモギドドドドリオ。いやいや、むずいけどな結構。それもそれで早送りどうぞ。1分切ってます。どうすか、まずい。ワンチャン前半の方が簡単だったけど、すげえバクバクしてるし。確かに進化じゃないやつ多いかもしれない。終了。いけますか。よし、どうですか自信は。後半がやっぱり進化系が少ないイメージがあるから、そうね、単体が多かった。早めに行きましょう。オッケーオッケー、はい、とりあえず前半行く。とりあえず行くか、うん、不思議だね、はい、不思議草、不思議花、はい、キトカゲ、リザード、リザードン、ゼニガメ、カメール、カメックス、キャタピー、トランセル、バタフリー、飛ばすか。うわー、コラッタ、ラッタ、サンド、サンドパン、ズバット、ゴルバット、ニャース、ペルシアン、プリン、プクリン、ピカチュウ、ライチュウ、ワンリキ、ゴーリキの真ん中なんだっけな。でも俺も別に、あ、全然いい、ね、うん、ゴーリキー、カイリキーじゃない、あー、カイリキーか、はいはいはい、マダツボミ、ウツドン、ウツボット、コンパン、モルフォン、お、はい、パラス、パラセクト、ポニータ、ギャロップが多分一番最後、そうだね、うん、絶対にはいるんだよ、まだ大量にいるんだよ。最初らへんのさ、うん、トキワの森らへんでコクーンのやつ言った、あ、ビードル、コックーン、スピア、あ、コダック、ゴルバ、ゴルダック、コダック、ゴルバット。いやまだいそうだけどな。あ、いいよ、一回やって、いいよ、一回やる、うん、やって、ヤドン、はい、ヤドラン、コイル、レアコイル、カモネギ、ドードー、ストードリオ、美しい、パウアウ、ジュゴン、うわそこら辺むずい、やばいね、うん、むずいんだ。ベトベタ、ベトベト、はい、ゴース、ゴースト、ゲンガー、順番でいけてる気がする。へえ、わかんない、抜けたかな、順番通りじゃなくてもいいね今回は。シェルダー、パルシェン、うわそこら辺やばいね、やばいだろ。やばいね。イワーク、スリープ、スリーパー、はい、
飛ぶか。飛んでいいな。全然いいと思いますよ。ビリリラマ、マルマイン。はいはい。で、丸つながりで、たまたま、ナッシー。はい。カラカラ、ガラガラ。うわ、その格闘で、エビワラ、沢村。おペロリンガ。絶対そっちの方が面白いわ。ね。多分。ああ、ここ途切れたな。ラッキー、モンジャラ、ガルーラ。あ、で、サイホーン、サイドン、ラプラス、バリアード、ストライク、うん、進化系とかじゃないもんな、ルージュラ、うん、うわー、ブーバー、エレブ、やばいわそこらへん、やばいよな、すごいすごいわ、カビゴン、メタモン、イーブイ、シャワーズ、サンダース、ブースター、うん、水らへん行くか、タッツ、うわー、シードラ、ドラうわー、うん、やば、その辺抜けてたなさっき、懐かしい、トサキンとアズマオ、ヒトデマン、スターミン、コイキング、ギャラドス、サンダー。ファイヤー、フリーザー、うん、なるほど、ミニ竜、白竜、海竜、これもうケツの方なんだよね、ケツの方っぽいね、うん、で、ミュウツー、うん、これミュウ言いたくねえな、いいか、まあいいよ、まあいいや、ミュウで決めたかった、あーなるほど、ミュウが最後か、151だから、あーなるほどね、じゃあ一旦俺のターン、一旦またそうかな、うん、いい、一粒って、ゴローン、イワーク、ゴローニャじゃない、あ、そうだ、三つでしょ、うん、ゴロン・ゴローニャか、謎の草、臭い花、ラフレシア、ガーディー、ウィンディ、大事なの忘れた、ニドラン・メス、うん、ニドリーナ・ニドクイーン、ニドラン・オス、うん、ニドリーノ・ニドキング、うん、いいね、そうそう、そこら辺行ってなかった、そこ6個、そこ6個、そうでかい、ロコン・キューコン、アーボ、アーボックは、あー、アーボ、アーボック、あ、ポリゴン、あ、オッケー、俺ちょっと行くわ、全然いいよ、カイロス、ケンタロス、カブト、カブトプス、うわプテラ、その化石系、化石系かパンパン、あと6個6個すごいな、6個はすごい、俺はちょっと19個、え19個感ねえんだけどなタイプとかタイプ系だよ、うん、タイプ攻めもあるし、タイプ攻めあるね、絶対にケーシー、ケーシーフーディン、ユンゲラ、普通に言ってねえわ、ポッポ、ピジョン、ピジョン、うん、はい、オニスズメ、はい、オニツバメ、オニドリル、オニドリルか、オニスズメ、オニツバメあんま進化してない確かにリグダ、ダグトリオ、ドガース、マタドガスとか言った、言ってないかも、マタドガス、ナイス、ナイスパンパンがこれであと4つ、すごい、めっちゃすごい、パンパンゾーンだね、マジで、うん、メノクラゲ、毒クラゲ、うわ俺だわ、あ、ピッピ、おーピッ、いたわ、クシ、おー9、あと9個、56、57、60、61、62、水格闘なんているかいるか98、99で水水、お138、139で岩水、岩水、基本的に水が残りがちだから確かに水から行こう、確かに釣りとかさ、何が釣れたか、メノクラゲとか行ったもんな、言った、あ、やばい、あ、1分切ってます、ちょっと、うわ、どうする、やばい、あと1分わかります皆さん、あれ出てないってなってます、水、水系、水タイプ、何、水、岩、いやー、悔しい、マンキー、うわっ、怒りざる、しかも俺オープニングで左にマンキーがって言ってマンキー、マンキー、マンキーとか分かるけど2? 2だから同じなのよ、分かったニョロも、うーわ、ニョロゾウ、ニョロボン、ニョロボン、クラブクラブキングラムスター、ムナイト、やばいわ、化石系って言ったじゃん、化石系って言った、化石系だわ、しかも一番の化石系じゃん、化石だわ、ということで151匹中142匹、まあ検討はしたけど、けど悔しいね、めちゃくちゃ悔しいめっちゃ悔しいね、また違うやつで暗記系やっていきましょうか、さよなら、ありがとうございました、へこむわ